メイン脇いないんですよね。メイン脇いないんだったら僕トータスさん貨物で見てないから、トータスさんがメイン脇っていうのがあると思うけど。ああなるほど。七子さんが疑われて、うん、武雄さんがトータスに、トータスさんに疑いを向けた印象があったから、僕は七子さんをかばったように見えましたけど。はい、よろしくお願いします、クルーメイト。はい、コミュ、ピカさん、ピカチュウは、ピカさん多分メイン脇で除染やってから左側に行ってます。僕貨物単脇でバイタル。違う、俺貨物単脇。竹部さんってエンジンから上上がんなかった？え、僕貨物ですけど。あれ、エンジン、エンジンでジュニアとすれ違ったやつ、それハタさんじゃね。あ、ハタソコ。エンジン脇ハタソコです。あ、じゃあハタソコだ。それは僕の勘違いした。貨物にいたの？貨物脇。あ、僕単脇だと思った。で、コミュサボ治った時にはもうなくなってました。バイタルを見たってこと？そう、バイタル。ナナシンがキッチン脇。あ、私もサントスも。あ、サントスもいたんだ。で、言いましたね。で、私がコミュサボ治した。伊豆高アーカイバー系、高田さんに白出せます。ズモ除染から左っての筋脈見てんだったら無理じゃん。メイン左ぐらいで終了です、僕最初。あ、そこまでいけてんのか。いけてます、いけてます。じゃあ分かんないな。手さんは宿舎脇がフジプテです。フジミヤが下、プテハシが金庫で、金庫から出たときに畑さんがダウンロードやってるのを見て、今ミーティング奥です。なるほど。あれ、フジミヤ、女性浴びてるピカさんみたいなこと言わなかった？あれ、女性を、浴びてるピカさん見て、俺が、メインの配線やってて、コミサボが鳴ったぐらいだね、それが。で、ピカさんが出てって、俺は今女性にいるから、まあ、伊豆さんと会ってなくてもおかしくない。うん、まあ、俺が切ってる場合は、どっかしらでピカさんがメイン内でもう一回止まってる。そう、Uターンしないとおかしいから。うん、基本的には多分コミサボの方に向かってる。そうそう、エンジンとかで切られてるかなと。うん、一応ね、サントスさんがコミサボ直すの僕後ろで見守ってたんで、はい、サントスさんは僕目線で無理そう見守っていた。で、僕はシェレフなんでここに侵害もないと。おお、ありがとうございます。ナノコさんはキッチンで終わった後はどっちに？キッチンで配線のやつをやった後にバーガーに向かってバーガータスクなので、ピカがエンジンまで抜け切ってたらベントでエンジン飛んで切るが唯一できる。トプテさんはどうでしたっけ？僕は最終がミーティングの奥で、畑さんがダウンロードやってるのを見てます。僕は死人ないです、うん、さんのこと。まあしょうがないと思う。だから金庫にいてコックピットに、あ、でもそしたら死にあるか。初動金庫に入ってクプテは見てる、うんうん、で金庫から出るときに畑さんを見たの？そう、金庫から出たときダウンロードやってる畑さんを見てる。僕厳しいと思うけどね。ここはあってます。誰かバイタルの秒数だけ確認してほしいかも。俺、竹雄さん見てないから気になる。自分で見ろ。見てあげるか。見てごらん。ナイス。はい、バイタル見ました？あ、見た、俺が5秒減ってた、うん、でしょ。藤宮も確認してるん で逆に僕トータさんを見てなかったから、僕はタウン脇だと思ってたんですよ。うん、っていうことです。そんな感じで直しました。メイン脇はいないのか。オッタンは確実だと思う。多分メインで沸いて速攻で行ったから。高田さんって話出ましたっけ？俺赤いブー、僕が弾いてます。あ、弾いてるのか。なるほど。伊豆高田アーカイブ脇、高田さんをアーカイブシャワーあたりに置いて、僕が先行して、シャワーメイン。あ、メイン左。だから、基本的に藤高が無理で、三刀さん慎太郎が無理、うん、で、バイタル情報は正しい、バイタルが削れてるから竹尾さんも無理。藤宮と会ったの？いや、会ってないです。なんか藤宮さんが僕見たみたいな話出てませんでしたっけ？見てないって言ってなくてもおかしくないっていう発言。あ、まあ、僕は客観弾けないと思います。僕が情報出してるんで。僕してはシンプルに七子さんがキッチン弁当を使って、
エンジンに飛んでるケースですかね。ピカが最速でエンジンまで来た。ああ、そっか、コミサボ直しにか。コミサボでどこまで行ってるの？コミサボが直って。最後にコミサボに入ってきたって感じ？いや、もうサントスさんがコミサボを直し始めるところから真後ろにいて、うん、最後コックピットとか入っておしまいだったっけ？ターンは合ってます、合ってます。入ろうとして終わりです。うん。伊豆さん、メインとエンジンの扉が開いたかどうかとかって確認はできてない？その時ですか？エンジン左まで来たって話。あ、じゃあメイン左まで来たって話をしたけど。あのターン、扉サボって入らなくないですか？入ってないと思う。多分最速コミサボとかだから。うん、俺の白は。あと一応ピカさんが U ターンしたケースのみ伊豆さんがメイン左で切れる。うん、そうですね。藤宮さんが見たって何秒前のピカさんだっけ？見た。コミサボが鳴った瞬間ぐらいですね。女性から抜けていくピカさんを見てます。メイン脇ないんですよね。メイン脇いないんだったら僕トータさん貨物で見てないからトータさんがメイン脇っていうのがあると思うけど。ああ、なるほど。ああ。まあでも被せ方的になさそうだなと思っちゃったな。なんか普通にまあラグとかなんじゃないと思っちゃったけどな。あと俺視点、コミュサボが鳴るまで停電前で停電直したろって待機してたんで俺は絶対無理ですね。俺もう貨物の手配電前でやってたから。でその後上移動してないけど、ただ思ったより秒数減ってたなと思った今。あのバイタル5秒って。え、それで僕まあ、いや、全然疑わない。いや、全然、キルでは疑ってない。キルでは全然疑ってない。そこにおったのは間違いない。あ、5秒って、コミサボだからそうか。コミサボ前から見てないと。そう。そうね。いや、コミサボなってましたよ。あれ、コミサボ中って減らないよね。減ったって秒、減らないよね。あー。なるほど、なるほど。まあ、その説はあるのか。なるほどね。マット説がありそうだね。じゃあそうなるとね。あら、畑坂君アーカイブにおった。それは多分本当かな。僕もシャワーら辺で見てるんで。うん。手で直したのは僕です。僕とサントスさんかなと。はい、私も一緒に直したの。貨物で一緒に直してます。右端直したのがサントスさん、真ん中と左直したのが僕です。どうします？さっきのキルで詰めるか、今回で詰めるか。今回もでももうちょい詰めた方がいいんじゃない？さすがにもう少し、うん。あ、今回浮いてます。キッチン脇。展望配線で石油テープエレキ。あれもあったないです。いや、石油エレキぐらいで合わなかったっけ？いや、あれ？え？気のせいか。私、キッチン？あ、まあ、もう言いましたけど、なんか僕はなんか見た覚えはないです。ん？もう一回言って、兄さん。キッチン展望、キッチン、石油エレキ。最後、エレキってこと？はい、エレキにいます。はい、僕はまあ浮いてて、最初ミーティング行ってタスクして、高田さんとすれ違ってから金庫行ってます。はい。奈良子さんとか藤宮君のやつが聞きたい。メインエレキ、バイタルエレキ、メインって伊豆さんを見ていない。僕は宿舎、エンジン、武器庫、キッチン。あ、ここでも、なんかエレキか石油で伊豆さん置いてった気をするんだよな。ああ、そうなんですか。見た記憶は。サントさんはどこ脇どういう。キッチン脇で。え、一緒に脇だっけ。なんかして石油行ってエレキ行って貨物に手で直しに行ったときにエレキか石油で見た気がする。石油でなんかしました？忘れちゃった。高でも高伊豆トータスの順で。そこってサントさんが伊豆さんを弾く情報だからそこを疑ってかかる必要ってあります、ね。うん、ああまあいやそうね。あとプテ？僕は最終が武器庫で、うん、メインシャワーメインエンジン武器庫です。伏見くんとかの。合いそうじゃない？いや、僕は宿舎エンジン、コックピット武器庫キッチンだから。ああ、ね、停電だったタイミングはね、エンジンもう入って配線ぐらいのところだったから、あんま分かんないわ。誰も見てないっす。慎太郎シャワーで見たぐらいかな。うん。はたさこメイン脇一緒だったと思うんだよな、確か。湧いた時にはたさこがいたような記憶がある。さあ、あとアーカイブで来てるとこ。うん。トータスさんとサントスさんって白取り合えそう。最後、貨物で見合ってるけど。
いや、私からトータスさん、だってトータスさんが最終視認情報だから、うん、白出ない。あ、出ない、全然。うん、私から。ナノコさんってレバータスクやってます？レバータスク？いや、レバータスクはやっていない。あ、やってない。うん、割と悠長に待っている場合ではないよな、これ。おお。うわー、タロちゃん見た人見てない、見てない。サントさん見るかな、アーカイブ。うん、貨物では湧いてない。貨物では高田さんとサントさんと僕なんで、そうっすね。そうね、右手を。でキッチンは伊豆七子竹雄。うん、炭酸で湧いてる。伊豆七子竹雄。伊豆七子竹雄。うん、はい。竹雄さんメインで見たよ。俺アーカイブあたりで見てるから、まあ、もうめちゃくちゃおかしいな。竹雄さん、ね、ま、マットあると思うんだよな。そう、まあ、そう、マット何、え、なんかおかしい。あ、おかしい。あのバイタルが、初手のバイタルがね、あの、うん、キルクールが上がる前から見てることになっちゃうから。いやいやいや、待ってください。小宮さんもなってる最中に、僕の最初の行動を説明すると、貨物で湧いて勝ちタスクだけやってバイタルで小宮さんも治ったらデッドがついてたっていうので離れてるんですよ。だから別に、一旦5秒経ってない。いや、これ以上多分この話すると釣り先がどこになるかまずいんで、そうね、まあ陣外でいいと思う。陣外でいいと思う。で、脇が伊豆竹雄なのか、まあこれは間違いないんで、で貨物家さん脇、残りの、お二方は僕が当たる。脇は忘れたけど宿舎だった気がするな。宿舎でリフト乗ってダウンロードしてから、まあてか初手で、まあ藤七伊豆の3択から決めてもらうのが一番かな。藤七伊豆、うん、あ、初手の。そうか、これは、ね、結構これは僕の意見だけども、竹雄さんはマットっぽいってことは確かに僕もそう思っていて、僕はもうサモナオズしかないんでもういいです。七子さんが疑われて、竹雄さんがトータスに、トータスさんに疑いを向けた印象があったから、僕は七子さんをかばったように見えましたけど。わかる。うん、それって結局初手の話、初手でね、藤宮は今回無理だと思う僕。あ、そうなんや。うん、最後一緒にいます。七竹を初手の話でラインを追うのはちょっと厳しいもんがあるんじゃないかなと思うけれども、藤七伊豆のところで、七子さんがエンジンに切ってんじゃねえかって言われるのはもうしょうがないかなと思ってるが、アーカイブの切るには七子さん関われないので、誰入れんの？僕は七子さんに入れてます。マジで藤七の核人外とか落としに行かないの？核人外誰ですか？本当はしたら人気で呼ばれるか。今日鬼切つらなかったらもう入れるとこないじゃん。七子さん対抗は、いや、鬼気を釣ってほしいとしか。竹雄さん、やべ、これもうタスクがどうしよう。コミサボ待機か、待機して竹雄さんが待機。内房、なんか最後対抗出ないんやったらもう黒かなって思っちゃった。わかるっていう感想。伊豆富士どっちかは絶対出せるじゃないですか、あの状況って、うん、あとなんか対抗鬼気ではもうないと思うんだよな。そうっすよね、うん、でなんなら僕とエレキ内ですれ違ってないって情報を持ってたのに、それを出さずに対抗って言わなかったのがまあ黒かなと思っちゃいました。このターンって完全に希望です。タンズリ希望するのは竹雄さん釣るチャンスの日だと思いますよ、うん、だと思うね、うん、僕を釣るんですか。僕、できるのは畑坂くん切るしかできないです。まあ、マット疑いです、ね、うん、竹雄さんを釣る理由はもう初手のバイタルのみの話だね。全然それマット疑いにならなくないですか。ちなみに今小宮さんを待機してたね、うん
コミサボ待機してましたけど、僕は直すんで。うん。まあ、ちょっともう一回、マット疑いの話なんですけど、何が懸念ですか？ちょっと教えてください。説明できないですよね。まあ、コミサボが鳴っていた状況で5秒使われていたっていうのが。いやいやいや、コミサボ中も時間減ります。で、コミサボ中に僕が勝ちタスクして、うん、バイタル見て5秒経ってるってことはキルクール上がってるはずなんですよね。うん。だから全然不自然じゃなくないですか、まあ、初手キルに関してはね、別に鬼気ができるとは思ってない、正直。うん、そう、だから僕、マット疑いっていう話じゃないですか。うん、だから全然このマットで疑う要素がないはずなんですよ。サボ直してないぐらいですよ。コミサボは、コミサボ中も、じゃあ、バイタルを見てたってことですよね。そうだよ。うん、だから、まあ、シンプルに潰しに来たんちゃうかなっていうのが。え、開けた瞬間にデッドが出てたらでかくないですか？まあ、それはもう価値観の違いだと思うんですけど。うん、そうです。まあ、でも一応、まあ、売らないという選択肢もなくはない。まあ、僕、ちょっと伊豆さんがあのサントスさんに議論を向けてたのがちょっとだけ怖くて、まあ、伊豆ななことかもあるのかなと思ってるんで、まあ、そう、わかる。切符も一応、なしではないかなと思ってます。うん、七子さんが狼で落ちてると思う。そうね、七子決め打つんだったら別にスキップでも、これは全然いいですよ。まあ、そう、マキオさんが直せなかったらちょっと、次サボ直すの、うん、プテトータスはどうする？プテトータス、まあ俺マットはないさ。あ、いや、だから全然と、うん、そうそうそう、スキップ入れました。あ、じゃスキップ入れたけど、割とも伊豆さんと藤宮君両方伝わる。あ、でも壊すつもりがあるんなら、まあ、サボらないでください。わかる。伊豆藤宮両方伝わる。そう。竹雄さんはインポスターなさそうだから放置でもいいね、正直ね。伊豆藤宮どっちも左にいるぞ、これ。コミサボは来たけど、おお、直しました、コミサボ。って思ったのは、伊豆さんがあのキッチン武器庫からキッチン降りてた時に、キッチン武器庫間のドアのところで反転したから直しに行ったかなと思ったので、伊豆さんが怪しく見えてる。僕武器したその後キッチン展望でダウンロード、アップロードしてます。ああ、自分がアップロードしてます。で、伊豆さんと竹雄さんがコミュニティって今は見ないだ。見つみ、あらららら、あの単の仕方がすごい気になって、プテさんがそっちに行ってんのも知ってる。すみ、竹雄さんの圧か強い。コミュサボならせみたいな圧をすごい。あってなってる、伊豆さん見えた。あ、なるしつ。マットなんか。マット。しかも初手もトータさん湧いてるの見て、タンワキって言ってました。ああ、そうなの。近。確かにそうか。でもトータさんもタンワキだと思ってたから、そこはなんか。そう。俺もタンワキのつもりやったから。あんまり。むずい。あれなんだ、あれ伊豆ななってなんかエレキで死人がないみたいな対立してなかったっけ、あれなんか、まあ、もうライン切りみたいな。し、俺はあのバイタルから貨物の方抜けてってたけど、貨物で2人手で直してるって言われたから、もうそこにいちゃいけないと思って。ああ、なるほどね。正解はどっちもエレキにいないですね。僕ずっと、あ、どっちもいないの。なるほどな。僕メインペンでずっと昇降機右と宿舎下のところを右にしてたんで、誰もいなかったんだ。そういうこと、ね、エレキの構造聞かれたら積んでましたね。嫌い、あ、切れるところにいたんだ。もうあと1秒で切れた時にプテがバーンって言って、みなさんミーティングしますよってプテが言ってねえよ。マジでムカつくと思った。言ってねえよ、みなさんミーティングしますよ。確かに言ってないな。